そんなことはさせないよ。みんなでシャボンファイブを呼ぶのよ。せーの、シャボンファイブ。シャボンファイブ。選択選択シャボンファイブ。いやはや、なかなか面白かったな、タクヤ。僕もなんだかすごくワクワクしちゃった。興奮したからお腹減ったろ。なんか食べてくか。うん。何が食べたい？ミノルは何が食べたい？ミノル？ミノル！パパ！ああ。まったく暑いったらありゃしねえぜ。俺なんか汗もがすげえんだぜ。最後の1枚でよかったんだよな。ああ今日の客はノリがよかったよな。でも暑さが増すってもんだよ。いや俺ここのとこ剥がれちゃったんだよ。ああガムテープ貼っときゃいいじゃん。ああそうか。あっちステージ終わったらビール飲み行こうぜ。ああいいね。ミドル、こんなところで何やってんだ。心配するだろ。ミノル、ミノル、舞台裏見ちゃったのか。ちっちゃい子の気持ちは簡単なようで難しい。5年生の男が何作ってんだか。昨日の今日だからもういらないかな。いいだろう、シャボンファイブだぞ。フリフリザブだぞ。いいだろう、どうしてもって言うならあげてもいいぞ。フリフリ欲しいか。そんなに見せびらかしてないでさっさとあげたらいいでしょ。
運のいいやつね。なんだほれ、しょうがない、この人形やるよ。にゃろ、少しは嬉しそうにしろよ。ミノールくん、お兄ちゃん来たわよ。兄ちゃん、声もあったの。そっか、かっこいいのをもらったな。ちゃんとお礼言ったか？言ってないぞ。どうもありがとね。どうもちゃい。どうもちゃいじゃないの。本当にありがとね。あ。それじゃあどうも。はい。お。あ。見て見て、ザブよ。タクヤくんが作ったの？つまりそれは、あ、ミノル、もういらないよね、こんなの。はい。え、いらないのか？それは本物の人形よりも格好悪い。でもミノルは嬉しそうな顔をしてくれる。どうしてなんだろう。兄ちゃん、もしかしてあの時の僕もこんな顔をしていたのだろうか。はい、これ。ママもね、ソフターいると思うわよ。本当？うん。ママの作ってくれたぬいぐるみにはとてもかなわないけど。兄ちゃん、いいな、ミノルちゃん。秋色兄ちゃんが手作りするわけないし、ましてやひろちゃんのお兄ちゃんが作ってる姿なんてゾッとするわ。おー、ミノル、僕はシャボーファイブいると思うよ。ただね、すっごく遠い国にいるからミノルとはなかなか会えないんだよ。じゃあいるの？いるよ。いい子にしてたらきっと来てくれるよ。みんないい子してる。みのる、確かいい子になるんじゃなかったのか。そんなことじゃシャボンファイブ来てくれないよ。ごめんちゃん、ごめんちゃん、ごめんちゃん。あ、いいじゃん、シャボンファイブのこのか、いいじゃん、シャボンファイブ。それは、あっち。ミノルにとってシャボンファイブはきっといるんだ。僕はあの時のパパとママの気持ちがよく分かったような気がした。風の
それすごいよ。ついに一人で靴下履けるようになったんだね。それに転んでも泣かなくなったし。だけどなんだか胸が苦しくて喉まで切ないよ。ミノルが何でもできるようになれば僕だって楽になるはずなのに。次回ミノルの何でもできるもん。僕たちはいつどれくらい成長するんだろう。